みんな恋したことある？あるよ。そうなんだ。まつりちゃんに？嘘だもんね。嘘だ。よくまつりちゃんに恋してるよとか言う人いるけど、嘘じゃん。他の子にも言ってるんじゃん。じゃあまつりのこと好きっていう人はさ、他の女の子に告白しても振るの？俺好きな人いるからごめんねって言うの？言わないでしょ。俺ってなるでしょ。絶対なるだろ。なるでしょ。絶対だよこれ。本当に？って、うん、で結局、いやまつりちゃんはアイドルだから付き合えないかもしれないし、確実に今付き合えるこっちを取ろうとか言って、そっちに行くんだ。二股三股すりゃええんやで。絶対無理。もうそんな人もう本当に無理。やだね。浮気するやつはもうダメだよ。めまつりちゃんがそれを言うか。まつり浮気してないじゃん。白髪吹雪一筋じゃん。ねえ、星川は違うやん。星川はもう殿堂入り。正直星川が恋人作ってもまつりは応援できるもん。やむけど応援はするよ。全然やむだろ。あ、やんだとはなるけど、でも幸せになってほしいから、星川が選んだ道ならいいの、それで。思わん？この気持ち。わかる？まつりはそうなんですよ。推しがその人を選んだということは、それが正しいんだよ、きっと。だから、もういいの、それで。推しが一番。星川から告られたら二つ返事でうんって言う。はい。お願いします。でも幸せなら OK です。その精神よね。本当にね。本当にそう。まつりすから告白されたら、嘘つきっていう。されないもんだって。別に告白されたことないもん。ファンレターとかいないの。まつりちゃん好きですっていうのを書いてあるよ。まつりちゃん大好きですっていうのをみんなも書いてくれるよ。でも付き合ってくださいって書いてる人一人もいないよ。いや、ほんとよ。いないんだよ。付き合ってくださいっていう人いないよ。好きですはいっぱいいる。これからもよろしくお願いしますとか、いるけど、それは書かないでしょ。ほら。みんなどうせライクなんだよ。バーカ。